はいみなさん、bonjour。投資家キューバーです。今日のテーマはこちらになります。福利を使ってお金を増やす。積み立てやばい。ということで、説明していきたいと思います。で、まず、今日の内容なんですけども、デイトレードの問題を紹介した後に、積み立て投資について紹介していきたいと思います。その後、イカス投資と積み立て NISA の比較、2つの事例を紹介していきたいと思います。 その後、冷めたて投資と冷めたて投資、両方ともそのメリットを説明した後に、最後におすすめの投資方法、ハイブリッド投資を紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、まずこちらは僕のプロフィールなんですけども、また興味がある方は、ぜひ見ていただければなと思います。また、ぜひ、よかったら、いいねボタンを押していただいて、また、ぜひ、チャンネルのところもよろしくお願いします。それでは、始めていきましょう。 まず、デートレード問題について説明していきたいと思います。で投資について、えーまあ、時間をかけたくないとか、もっと早く、えー、金虫になりたいとか、と思う方が結構多いんじゃないかなと思います。でそれを理由にデートレードを始める方も多いかと思います。まあ、ただ、が外人の場合ですと、なかなかデートレードは向いてないことがわかっています。それはぜなぜかというと、真っ株のことをずっと気になって、 職場でもなかなか集中できなくて、休憩の時にずっと株の動きを見て、夜にも損した時になかなか眠れないとか、といったことは起こるかなと思います。ただ、そんなことを避けたい方には他の投資方法があります。それは、積立て投資という方法になります。では、積立て投資について話していきたいと思います。 で、積み立て投資というのは、一括に投資するんじゃなくて、分割して投資する方法になります。で、例えば、具体的な例として、一括に12万円を投資する入れは、1年間かけて、毎月1万円を投資するということになります。それでは、なぜ、積み立たて投資が良いのか、具体的な例で見ていきましょう。で、そちらの一括投資と積み立たて投資の比較を、 一つ,目一つ目の例を紹介していきたいと思います。で例えば、1990年に日経平均株価に投資したとする状況に、えー、考えます。でまず、日経平均株価に1990年から2019年までのデータを確認していきましょう。まあ、こういったグラフになるんですけれども、口の通りわ、えー、かることとしては、2 0 0 1990年にバブルの頂点から日経平均株価は3872枚までに上がりました。そこからどんどんバブルが崩壊していって株価が下がり続けてきました。で、一応そこからもうちょっと上がりきったんですけども2000円ごろにインテントバブルが崩壊してまた再び2003年までに下がりました。 で、そこから頑張って5年間上がってきましたけど、また2008年にリーマンショックが発生して、再び暴落してきました。で、2012年から一応アブノミクスの影響で改めて上がり続けてきましたけど、今後どうなるのかがわからないということになっています。まあ、要するに株の動きを予想することがなかなかできないということにわかります。 で、その状況の中で100万円を投資することに、えー、しようとするんですけれども、一括投資と詰めて投資の比較をしていきましょう。で、一括投資の場合ですと、1990年に一括に100万円を投資した場合は、2019年に約60万円になってしまいました。はい、その通りです。その、えー、1990年から2019年までに日経平均株はおよそ40%までに下がりました。 で、その一方で、詰め立て投資で、えー、投資した場合はどうなるのか見ていきましょう。で、そちらは同じく1990年から100万円を投資するんですけども、今回は一括にじゃなくて30年間かけて毎月3万3330万円を投資することになります。で、次のグラフで100万円の一括投資と詰め立て投資の比較を見ていきましょう。で、こちらになるんですけども、 その通りで、一括の投資は60万円になった一方で、詰め立て投資は約160万円になりました。その結果、もともとあった100万円と比べて60%アップになりました。やはり、一括の投資と全く違う結果になりました。でここでは、詰め立ての過ごさについてご理解をいただけたと思います。それはなぜかというと、タイミングを考えずに、 毎月コツコツと投資すると大きな利益を得られるのは詰め立て投資の凄さになります。で、その詰め立て投資の最もすごいのはやはり複利です。その複利は毎年毎月投資することで投資金額を増やすと,とともに常に投資しているお金から利益が出ますので利益がどんどん追加されることになりますので利益もどんどん増えていくことになります。 で、続きまして2つ目の事例を見ていきましょう。で、今回、まあ多分言われると思うんですけども、えー、ちょっと1 9十0年から2019年までのグラフを見たんですけども、1 9 0年から見たら全然違うぞという指摘があるかと思います。で、確かに、えー、1980年から日経平均株価を見ると、えー、先ほどと違うグラフになります。こちらになるんですけども、それを、えー、解説しますと、日経平均株価は6000、 560円,円から23,204円までに上がりました。つまり253%アップになります。で、その場合ですと、一括投資と詰め立て投資を改めて比較しますと、こういう結果になります。で、ここで一括投資の場合ですと、353万円、つまりプラス253%になりました。一方で、 積め立て投資は100、163万円、つまりプラス73%になりました。では、一括投資と詰め立て投資の比較を見てきたんですけども、じゃあ、どっちなのということになります。で、今回の事例を見せしたいのは、投資に関する知識がない人とか、あまり考えずに投資したい人の場合ですと、やはり、詰め立て投資の方が圧倒的に楽です。で、景気が悪くても、大きなイベントがあっても、 真面目に投資を続けることで確実にお金が増えていくというのは、詰めみて投資の強さになります。でその一方で、一括投資の、えー、大きな問題として、今回の事例でも、えー、見たんですけども、投資のタイミングを間違えると大きな失敗になる可能性も十分あることがわかります。じゃあ、両方できないのということもあるんですけども、えー、最後にそれについて少し話していきたいと思います。 で、先ほど同じく100万円を投資するとします。で、イカソ投資するのか、積み立て投資にするのか、どっちらがいいかわからないという状況になります。で、平均、日経平均化に投資するとしたら、1 9 9 0年から積み立て投資の方が良かった。その一方で、1980年からイカソ投資の方が良かった。では、それ以外の投資法はないのか もちろん全てをカバーするのはなかなかできませんで。特にどんな市場でも変動しますので、どっちの投資が世界の中、誰でも言えません。で僕はここでおすすめしたいのはハイブリッド投資になります。でハイブリッド投資というのは、いかつ投資と詰めて投資の融合投資になります。 それはなぜかというと、投資を始めるときに、まず投資金額の半分を一括に投資して、そこから毎月残っている半分を積み立てて投資することになる方法になりますで。例えば100万円の場合ですと、まず一括に50万円を投資して、そこから毎月コツコツと残っている50万円を積み立てて投資するというのはハイブリッド投資のやり方になります。 で今回の日経平均株価に投資した場合は、ハイブリッド投資の結果も見ていきましょう。でまず、1990年から2019年までの日経平均株価で、えー、3つの投資方法を比較しますと、こうなりますで。30年間の結果は、ハイブリッド投資は100万円を110万円になって、プラス10%になりました。つまり、このハイブリッド投資は、ちょうどいか投資と詰めて投資の間に入ってくる。 という形になります。その一方で、1980年から2010年までに、ハイブリッド投資の結果は30年間で260万円、プラス160%になりました。こういう形になるんですけども、また同じく、ハイブリッド投資は一括投資と詰め立て投資の間に入ってくるという形になります。では、今日のまとめに入りたいと思います。で、一括投資よりは、 やはり、詰め立て投資の方が良いケースが多いということに分かります。でも、詰め立て投資よりは、一括投資の方が良いときも、えー、残念ながらあります。つまり、確実に利益を出したい場合ですと、ハイブリッド投資、その一括投資と詰め立て投資の融合投資が良いかと思っています。で、そのイハイブリッド投資は、一、ま、括、あ、投資の良いところと詰め立て投資の良いところを、えー、合わせて取っているので、 良いいんじゃないかなかと思っていま,すまた、ハイブリッド投資は一番儲かる方法ではないんですけども、各自に利益が、えー、出せる方法になりますので、ぜひ皆さんもやってみていただければなと思っています。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思っている方は、ぜひいいねボタンを押していただければ大変助かります。また、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。あとはブログと Twitter とインスタ a もやっていますので、ぜひフォローをお願いします。 最後に皆さんから何か説明してほしいのよとか何か質問があれば下の方にコメントしていただければと思いますコメントは必ず見ますので何でも言ってくださいそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたまた次回で